皆さんこんばんは。こんばんは。今週も加瀬秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。加瀬さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。このプレミアリーグブラボーですけれども、今までユーロ期間中でしたので、珍しくしっかりと1本ずつ、はい、それも、はい、1週間に2本出した時もありましたけども、うんうん、はい、でここで通常運転に戻りまして、はい、2本撮りということで、はい、今日は2本撮りの2本目ということでございます。7月17日に収録をしていますので、はい、ちょっといろいろ変わっていることがあるかもしれないので、そうですね、配信ね、はい、の時と、うん、なのでそのあたりご了承いただけたらというふうに思っております。ユーロもコパアメリカも終わりまして、うん、次もう早くも2425シーズンか、ね、2024-25 シーズンに向けて、もう各チームキャンプね入ったりとか一回集まって、うん、もういろいろスタートしているクラブ多いんですけれども、ね、うん、この夏は日本に加瀬さんいろんなクラブが来ますね。そうですね、そういう意味では新しいシーズンを前撮りできるのでね、うん、楽しみではありますよね、はい、そうですね、はい、うん、では改めて、来日するヨーロッパのクラブ、この、クラブの、対日本でですね、はい、J リーグのチームとのちょっとスケジュールをご覧いただきたいと思います。こちらになります。もうね、シーズン終わった後にまず来てっていうね、うん、レアルソシエダもあったわけですけれども、うん、この夏プレシーズンマッチということで言うと7月の24日鹿島アントラーズ対ブライトンを皮切りにスタートということになるわけですけれども、もうね、そのゲームは配信の時に終わっていますが、はいはい、うん、ブライトン、ドルトムント、スタッドランス、そして、トッテナム、さらにはシュツットガルト、そして、ニューカッスル、こういったクラブがやってくるということになりますね。上から3つ目のセレッソ大阪対ドルトムントね、はい、鹿島君じゃない、香川君と川、はい、旧友の、再開とかもありますしね、うん、はい、非常に楽しみなチームが多いですね。そうですね、はい、そしてね、我々のちょうどこの配信スタートの時にはゲームが終わったばっかりなのかなっていうのがヴィッセル神戸対トッテナム、はい、ということでプレミア勢ね、トッテナムは日本ではこの1試合なのかな、ね、J リーグ勢とはっていうことですけど、うん、これに関してはもうすでに、だいぶ前に動画、配信スタートしてますけれども、はいはい、うん、大のスパーズファンである、クイズ王伊沢拓司さんと我々お届けしていますの で、はい、改めてちょっとその動画もね、はい、シーズンに向けてっていう意味で見ていただいてもいいかもしれないですね、うんうん、伊沢君にまたどっかで来ていただいて、いただきたいですですね、ドラフトでもやりますから、ね、いやそれもいいですね、はい、うんうん、なのでいろんなちょっと企画を、ね、うん、進めていきたいなというふうに、ね、彼も忙しいとは思うんですけど、うん、なんとか来ていただいてというところですね、はい、そしてこのあとすぐにまたね、東京ベルトブライトンというゲームが収録日の翌日行われたりとか、あとニューカッスルもこれからまだゲームを控えているということになりますので、今回はプレミアの名門が来日、ブライトンニューカッスルということで、もうトッテナムやりましたから、はい、はい、今日はブライトンとニューカッスルの話を加瀬さんにしていこうということでございます。はい、分かりました。よろしくお願いします。ということで、まずではブライトンから、まあ、正式名称はブライトン&ホーブアルビオンということで、はい、ブライトン&ホーブっていう、はい、まあ、合併した町とか、ね、はい、ですね、はい、市かな、はい、を本拠地とするクラブということになるわけですけれども、だから3文字にするのは BHA とチーム名で表されているということで、はい、ことですね、うん、はい、これが、昨シーズン 2324 シーズンはちょっと、振るわずにというようなシーズンに加瀬さんなったんですかね。まあ、三笘君はじめ欠かせない主力が長期の戦線、うん、怪我のためにね、うん、長期の戦線離脱を強いられましたので、うん、本来であればトップ10、はい、でさらにヨーロッパリーグ出場権、うん、まあまあ、狙える6位7位狙えるチームなんですけど、はい、うん、残念ながらそれが、ね、できませんでしたね。ボトムハーフに、ね、なってしまったんですけども、はい、まあ、デゼルビー監督、非常に、初年度から、はい、チームを躍進させまして、うん、ヨーロッパリーグにもチームを導いてということだったんですが、はい、ちょっとヨーロッパリーグとの併用の中で難しいシーズンだったかもしれないですね。怪我人も出てしまって、まあ、そう、で怪我人が出た選手層が薄くなっていた、うん、でヨーロッパリーグまで入るとヨーロッパリーグって基本的に木曜日だからプレミアリーグが、はい、なんか3日の時は、うん、なかなかない、はい、うん、なんか2日もありますけどね、やっぱり、うん、その辺のこうスケジュールもブライトンにとっては厳しくなりましたね。そうですね、はい、うん、まあ、すでに来日メンバー発表されているんですけれども、はいはい、うん、まあ、誰が出るかというところであるんですが、まあ、三笘選手の、ね、移籍の噂などもありましたが、どうもおそらく三笘選手が、まあ、この時期しっかりとチームにいてくれるということを確認した上で
今回来てくれるんじゃないかなと思うんで、もし移籍するとしてもその後じゃないですか。そうね、うんうん、そういう契約にはなるはず、はい、今いろいろ結構チェルシーの名前とか結構ね、まただそこで状況判断するんじゃないですか。他のクラブが彼の動きとかを判断して、うん、怪我大丈夫か、そしてメディカルチェックでいけたら取るかもしれないし、もう1年やっぱりもう1回ブライトンでやってもらって、さらにその次のシーズン取りに行くかっていう、そのくらいビッグクラブは今注目してるんじゃないですか。そうですね、うん、だから選択としては、うん、まあこのブライトンの王様になるかね、はい、うん、であるいはより大きなクラブでステップアップするかってところだと思いますけど、はい、うん、まあ、いずれにせよ皆さんご存知のように三笘くんのチームです、はいはい、そうですね、まさにね、はい、最終的にサイドの三笘選手、本来は右のソリマーチ選手が怪我なければ、はいはいはい、どちらが結局余らして、うん、そこのところで最後そこの1対1で勝負できるようなみたいな感じを作るというのがこのチームのやり方、それはデゼルビ監督の勝田さんやり方で、まさにこの恐れないと言いましょうか、はい、ボールをつなぐことを恐れないフットボールというのをチームとして確立していたクラブですよね。そうですね、ですから後ろからつなぐ、うん、近辺の味方がしっかり相手にマークされてる、はい、うん、それでもいろんな動きを使ってフリーの選手が出てきて、はい、そこに、うん、そこからつないで攻めるっていうのが、うん、もうデゼルビのやり方でしたよね。もう前監督になってしまいますが、はい、 そうですね、はい、そのデゼルビから、デゼルビが結局退任をして、うんうん、彼はマルセイユの監督になりましたけれども、はい、ね、はい、うん、新しい監督31歳、はい、ヒュル・ツェラー監督ということで、はい、ザンクト・パウリ、うん、非常に独特なハンブルクにある、はい、チームですけれども、うん、ここを2部優勝させて、うん、プレミア、ブンデス1部昇格をさせた若き指揮官、うん、彼を連れてきたということになるわけですね。まあ、デゼルビが、随分長いとこから長いこと他のクラブから狙われている、うん、はい、でブライトンっていうのはその辺も 100も承知で、うん、次その次、うん、さらにその次の監督の準備を想定できているチームですから、うん、はい、割とスムーズにヒュルツェラーの招聘は運びましたよね。そうですね、はい、今ねこれ昨シーズンの、大体、フォーメーションなんで 4-2-3-1 なんですけど、うんうん、3-4-3 を主に使う方、うん、ただこの方は、おそらく若い方ですし、ね、踏襲するって言ってるんですよ結構前のそのやり方、うん、はいはいはい、やっぱりつなぐみたいなところは踏襲するっていうことを言ってるので、うん、このシステムで来るかもしれないです。これはちょっとプレシーズンの楽しみの一つとして、どういうこうフォーメーションでまずプレシーズン戦うかっていうのが楽しみですね。そうですね、まだ若い監督がミルナーやダンクより年下ですからね、うん、はいはい、その辺が、はい、うん、まあ、ミルナーもダンクも人格者だから年下な監督をどうのこうのとは言わないとは思いますけれども、うん、はいはい、その辺は一つポイントになるかもしれないですね、はい、黄色の、ね、文字で、書いてありますけど、うん、監督が新監督ですけど、うん、選手を獲得していて、この、ウィーファーか、うん、はフェイノールドから獲得したんですが、うん、彼は守備的ミッドフィルダーなんですね、うん、でここはグロスがひょっとするとドルトムント個人合意とかって言われてますけど、そうなるとここに入ってくるのかなとか、うん、しかし毎年毎年なんかいい選手抜かれるねブライトは、まあ、抜かれるけれども、うん、新しい選手また入ってきて楽しみな選手も結構いて、でこの三笘選手とライバルになるであろうっていうのが、オズマン、オスマン、うんうん、オスマンか、彼が、彼も2月には決まってたんですよね、夏加入が。でノアシェランから来る19歳で左ウィンガーなんですけど、うんうん、彼も2000万ユーロで来るんで、うん、結構な額ですし、これ右のウィンガーでね、ミンテっていうのも来るんですけど、これフェイノールトで10ゴール5アシスト、ニューカッスルから、ね、ニューカッスルからですね、うん、ニューカッスルがローンで行ってて、はい、まあ、ニューカッスルが取る感じですけど、うん、はい、あとアーセナル U21 で大活躍してた19歳の、ユジア・デュベリー、ああ、はいはい、ね、こういう選手もね、うん、なんか楽しみな選手だっていうことで、あとは、はい、ギルマもバレもまだ若いですからね。そうなんですよね、はい、うん、ジョアン・ペドロ、エンシーとみんな若いですよ、はい、ボラノットもね、ボラノットもね、うん、若くていい選手、これからまた三笘選手もそうなんですけど、うん、ビッグクラブに今後行くであろう選手をここで見られるっていうプラス、あるいはイブシギンのウェルベックとか、うん、ダンクとかミルナーとか経験豊富な選手を見られる、両方勝谷さん見られるっていうのはこのチームの、ね、特徴かもしれないですよね。年齢的なバランスは、まあ、この何年かブライトンはずっと悪くないですよね、うん、はい、どうですか加瀬谷さんは、この改めてこのメンバーを見てブライトンのこう良さというかポイントはどのあたり、まあ、やっぱり一人一人キープ力が高いということと、うんうん、まあ、三笘君みたいな、ね、うん、完成品がいれば、まあ、パスカル君もそうですけど、はい、まあ、どこまで伸びるんだろうっていうのが、うん、バレバーみたいな、はい、ポジション、そうですね、ポテンシャルの高い選手までいるので、うん、はい、楽しみなチームの一つですよ、うん、ブライトンはね、毎シーズンでもそういう楽しみの方はありますね、うん、ブライトンはね、どうですか、まあ、先ほどもう一度来日メンバーをちょっとご覧
いただきましょうか。まあ、特に、ね、日本に来る選手の中で勝田さんどうですかね、3人ほどですかね、この選手ちょっと面白いんじゃないかな、この選手見てほしいなみたいな選手は挙げるとすると誰になってきますか。今言ったバレバは外さなきゃいけないですよね。あ、ね、でもいいんじゃないですか、改めて。あの、じゃあ、まずイブシギンというのはありますけど、まあ、元ユナイテッドなのでダニー・ウェルベック、怪我で残念ながらトップ、超一流というところまでいかなかったですけど、あのどこへ行ってもやはり基本的には主力を張れる、うん、ユナイテッドでもそう、アーセナルでもそう、はい、もうあの前世紀のスピードこそなくなりましたけどね、やっぱりボールさばきっていうのは相変わらずうまいですから、うん、はいはい、彼の場合はあの動きの質とかね、うん、あのご覧になっていただきたいと思いますし、うん、まあ、バレバはもうどこまでの、存在の潜在能力があるのか、ボール奪取能力、うん、運動量、当たりの強さ、はい、まあ、このまま順当に伸びていくとおそらく世界でも有数のディフェンシブハーフになるだろうなっていうところですよね、はい、あのビスマがいて、はい、で引き抜かれてトッテナムに、そしてカイセドがチェルシーに引き抜かれて、はいはい、まあ、その系譜っていう選手ですかね。いずれ大きなところ行くでしょう、はい、バレバもね、はい、うん、それと、まあ、あのやっぱ大気ですよ、あの、うん、イーゴル・ジュリオもね、ブラジルのセンターバック、今は左もできますけど、はいはい、彼の、うん、強さとか、はい、その彼の場合はやっぱ底知れの魅力がありますのでね、はいはい、熱い盛りなのであとはプレシーズンということである程度調整もありますけれども、はいはい、その辺はご覧になっていただけると面白いと思いますね。あとは三笘君がどの程度復調しているかね、やっぱそれが一番のポイントじゃないですか、はい、なんか新しい、ね、メディカルスタッフ、うん、チームがしっかりと見てくれるみたいな、ね、はい、話はニュースで出たりしますから、うん、どのくらい、ね、腰の具合が回復できるかどうかですよね、うんうん、で本当にこう見てもね、スティールもあのフェルブルフェンがあの、はい、オランダ代表、うん、オランダ代表で活躍をしましたけれども、彼と今、まあ、二枚看板というか、うん、前監督デゼルビは、本当にゴールキーパーでローテーションしましたけども、うん、はい、新シーズン誰が正ゴールキーパーかっていう ね、うん、そのアピールをスティールはしていかなきゃいけないでしょうからね、うんうん、スティールはやっぱりキックの精度が高いですからね、はい、うん、そして、まあ、そうですよね、かつて言われた、ね、イゴール・ジュリオ、うん、またね、若いあのファンヘッケも前監督のデゼルビはね、うん、はい、もっと評価されていいセンターバックだって話をしていましたし、ブオナノってヒンシルウッド、この辺りまだ若いプレイヤーですから、はいはい、今後は楽しみですしね、ジョアン・ペドロもゆくゆくまたビッグネームになるかもしれないですしね。加入当初はちょっとオフザボールの時の動きがどうなんだってことと、うん、はい、あと、うん、三笘のスペースをあの封じるぞっていうのはありましたけど、うん、やっぱりそれも時間重ねるにつれて試合経験を踏むにつれて、はい、良くなってきてますね。そうですよね、はい、でアディングラは、冬に行われたアフリカネーションズカップ決勝のマン・オブ・ザ・マッチでしたし、うん、はい、うん、まあ、そういう意味ではいろんなこういい選手が揃っているのでぜひご覧いただきたいなと思いますしね。で本来であるとアディングラも左じゃないですか、はい、でジョアン・ペドロも左もできるし、うん、で三笘選手に今度左ウィンガーでオズマンも入ってきて、うん、っていうことになりますけど、これ、ね、左結構メンバーいるんですよね。もちろんその筆頭なのが三笘選手なんですけども、うん、そういう意味では三笘選手ね、日本でしっかりとやっぱ活躍と復活した姿を見せてほしいですね。何かその他どうですか、ブライトンで勝谷さんありますか。いや、ブライトンはだから新生になるので、うん、あの監督変わって、うん、はい、でそれの、まあ、基礎固めの、まあ、うん、最初 の、まあ、試合というか、はい、うん、新シーズンを踏まえて、まあ、おそらくやり方を踏まえるのが変わるのかわからないですけど、うん、はい、うん、その辺もポイントじゃないですか。はい、そうですね、うん、はい、本人は、ね、投手するとおっしゃってますけど、うんうん、さあどうかというところですよね、はい、そうですね、うん、ここを、ね、いいところを多分引き継ぎながら自分でも出していくという形になるでしょうから、う、ね、はい、ね、システムを変えてくるのかもしれないし、うん、ここはちょっと見どころではありますよね。ではニューカッスル行きましょうか、はい、うん、はい、ニューカッスルですが、改めて昨シーズンねちょっと順位が徐々に最後落ちまして、最終的には7位というところでしたけれども、うん、まあ、チャンピオンズリーグとの併用だったっていうのはありますからね、まあ、あとは多くのクラブそうでしたけど、やっぱ負傷者っていうところのダメージはニューカッスルが一番こもりましたよね、はい、一番多かったっていうふうにも言われてますね、はい、まあ、うん、それさえなければ、うん、ポイント60ってことはないでしょうね、あの、うん、ビラあたりのところまで行けたのか、はい、だからアストンビラからユナイテッドまで 1,2,5 チームか、はい、もう最終的に8ポイント差ついちゃいましたけど、うん、あそこはちょっとやっぱり実力差は相当詰まってますよ、うん、はい、うん、そうなんですね、うん、
ね、本当に勝谷さんの話にあったように怪我人に泣かされたシーズンというところではありましたけれども、いい選手は、ね、いるわけなんですよね。非常にいますね、はい、なので逆に言うと他のチームから今狙われていて、はい、実は監督もエディ・ハウもイングランド代表次期監督候補とも言われていますし、来日している頃ひょっとすると誰かひょっとあと日本に来たけど途中で帰るみたいな可能性も、メディカルチェックのために帰りますみたいなのもあるかもしれないんですけれども、うん、ギマライスとかね、まあ、ブルーノ・ギマライスは各チームが欲しい、うん、特にね、はい、イングランドプレミアリーグの上位のチームはみんな狙ってるようですからね、うんうん、でもとりあえずギマライス入荷する金庫にお家買ってるからな、うんでもそれ誰かに貸すんじゃないかって意地悪な見方もあるしね、うん、そうですね、まあ、イサクはアーセナルのターゲットって長年言われてますしね、はい、アルミロンは、うん、サウジ行くんじゃないかとかね、いろんな話ありますけど、うんうん、あの先ほどねあのブライトのところにちょっと触れましたけども、ミンテが、このニューカッスル一度またフェイノートが戻ってきて、うん、売却という形なんですけど、また結構昨シーズンね中盤インサイドハーフでここで言うとジョエリントのところで使われてましたけども、うん、アンダーソン、うん彼がノッティンガムフォレストに移籍をするということで、うん、これ若くていい選手だけど、うん、なんで出しちゃうのかなって多分疑問に思われている方も多いと思うんですが、うん、どうも、まあ、昨シーズンはそれこそノッティンガムフォレストとかエバートンが引っかかってしまいました、うん、プレミアリーグの利益と持続可能性に関する、うん規制、規則に今抵触する恐れが相当高いと、うん、なので、放出しなければいけない、それも結構、うん、抜きの選手で全部利益になるような選手を出さなければいけないということで出しているようなんですよね、うん、PSR ってですね、PSR、はい、なのでまだもしかするとそういう面から考えると主力選手を手放さないといけない可能性もあるんじゃないかということですね、うん、これは笠谷さん今ちょっと難しい、各チームこれは難しい判断を迫られるところですね、うん、だから PSR に関しては、はい今シーズンというか2425、うん、シーズン始まるまでに、はい FA プレミアリーグ、うん、それから各クラブが、はいまあ、話し合うみたいですけど、うんはい、いくらなんでもちょっと条件が厳しすぎ、うん、厳しないかっていうのがプレミアリーグの意見みたいなので、うん、それに、うん、応じてどういう答えが出るかまだわからないですけど、はいまあうんね、日本のファンにすると、うんうんまあ、ユーロやコパで来られない選手がいるとはいえ、うんはい、なるべく、ね、ベストに近いメンバーみたいので、はいはいうん、そうですね、でねこの 今の、まあ、メンバーということで表情していますけれども、うん、例えばファビアン・シェアスイス代表でいろいろ活躍をしましたし、うん、コートの熱や出場機会は少なかったですけど期待をされていて、うん、イングランド代表でしたし、あとはねブルーノ・ギマライスはどうなんですかね、コパアメリカ途中で敗退はしましたけれどもみたいなところありますが、みんなどう、でも結構空気でくれるのかな、どうなんでしょうね、トリッピアは、ね、もイングランド代表で、うん、あそこまでいましたが多分来られないのかもしれないですけど、うん、トリッピアとシェアは無理かもしれない、無理でしょうね、うん、でゴードンもね多分もうあのきっと、うん、参加してるから休養が多分休暇が与えられるんで、うんはい、とはいえねいいメンバーがいますし、はいうん、またもうすでに、あちなみにあのルイス・ホール、あの、はい、昨シーズンローンでチェルシーから行きまして、はい、買い取り決まりましたし、うんうんうん、あるいはエディ・ハウがかつてボーマスで、うん一時代を築いたんですけど、その時やっていた、ケリーセンターバック取りましたね、はいうん、やっぱここはゴールキーパーなんですよね、ポープがちょっと怪我がちっていうところ、ただドゥブラフカはユーロで、は、活躍をしていましたが、セルティックに行きそうな感じみたいですね、ただポープはおそらく来るだろうなんて話は出てますし、うんはい、ポープは、まあ、イングランド代表になったこともある非常に優れたキーパーですよね、はいうん、それと、まあ、ダンバーの下格好に なってますけど、まあ、いずれ右リブラメントヒドルリスホールになると思うの で、ねまあ、早ければ今シーズンになると思うので、はい、両フルバック右も左も、はい守れるしスピードあるし、うん、あのクロスの精度も高いので、うんはい、あのリブラメントとまあ、来日してくれればね、うん、ルイス・ホールは、はい、もう見てて楽しいと思いますし、うん、あとは怪我さえしなければハービー・バーンズはイングランド代表でもレギュラークラスですからね、あそうですね、はいうんはい、本当にいい選手がいて、そのいい選手をエディ・ハウ監督が、まとめ上げて、うん特に2223シーズンの4位に入って、はい、チャンピオンズリーグ出場権獲得しましたから、うん、あとはねあんまりマイナスな話したくないですけど、なんか上層部あの女性の方とか、はい、何か今抜けてますので、はい、うんそれがどういう影響を及ぼすかですよ ね、 そうですね、うん、新しいスポーツダイレクターでポール・ミッチェル、うんはいはい、スパーズ、あそうそうポール・ミッチェル来たらモナコ と、 モナコとかでね、うん、なので、はい、彼の手腕で逆にこの夏うまく移籍を乗り切るんじゃないかみたいなのも言われてるんで、うんうんでね、これプラスに働けばね、はい、っていうことですよね、
ポール・ミッチェルは日本ではまだそれほど名前知られてないですけど、うん、ヨーロッパでは有能なディレクターとして、はい、外に、ね、知名度も高いので、はいはい、うん、そして勝谷さん、このクラブは伝統的に攻撃的な、でスパーズの時も攻撃的な伝統という、ね、はい、伊沢さんのお話がありましたけど、うん、このニューカッスルもやはり攻撃的なフットボールが伝統ですよね。そうですね、その昔サー・ボビー監督は、まあ、3対5で負けても、はい、お客様は8ゴール見られたからいいんじゃないかみたいなお話されてて、これよく話しますが、はい、まあ、非常に攻めて攻められてっていう面白いサッカーしますし、ただエリーハウになってから安定はある程度して、はい、それでエリーハウ監督は、まあ、ハイブリッド的なところもありますので、カウンターもいける、ポジションもいけるっていうところを目指した監督ですので、はい、まあ、さっきも言ったように、うん、ヨーロッパとユーロとかコパの関係で主力は来ないとはいえ、うん、チームのコンセプトは間違ってないですからね、うん、若手が軸、それであとその若手を、まあ、ダンバーンとか、まあ、ボトマンとか、はい、まあ、その辺の、うん、ベテランがどういうふうに扱うかってところでしょうね、はい、うん、どうですか、先ほどブライトの時にもお伺いしましたけれども、うん、特に、まあね、来日するかどうかはちょっとわからないですけど、特にこの選手、もし来日したら見てほしいなっていう選手をまた3人ほど挙げていただきたいんですが、まずやっぱハービー・バーンズですね。ドリブル非常に切れ味があって、はい、スピード感かつ重厚感もありますので、はい、左サイドからカットインしていく姿っていうのは、まあ、イングランドって基本的に多くのクラブがウイングの文化っていうのはあるんですけど、そうですね、はい、ちょっとその古き良きイングランドのところもありますよ。それからイサクはゴール前での感覚といやと、それからちょっと下がってもうゲームも作れますから、はいはい、その辺ご覧になっていただくと、アーセナルが欲してるのはなんとなく分かるタイプと、はいはい、いうふうに、はい、ことを考えながら、はいはい、またプレシーズンですからこのままいてくれるのかな、もしアーセナルに来たら、ね、自分のチームに来たら、はい、ここはまるのにな、はい、なんて思いながら見るのも楽しいですよね、はい。それからここが実戦復帰なのもなってんのかな、隣、ちょっと賭博、はい、の関係 そうですね、なんですけど、はいはい、新規一点という意味では、はい、彼 その気の利いたプレーっていうのは見たいですし、はい、その試合に出られない間にジョーディーズの皆さんが隣をサポートしていたっていうところもありますから、はい、恩返ししなきゃ、恩返しのシーズンなんですよ、隣、まあ、それがその始まりが日本だとしたら、日本のジョーディーズの皆さんは、うん、それはそれは素晴らしい始まりになりますね、はい、本当ですね、でこのね、結構中盤の、インサイドハーフのところは、うん、メンバーがね、まあ、例えばショーン・ロングスタッフもイングランド代表呼ばれてもいいんじゃないかなっていうような選手ですし、そうですね、はい、うんうん、またマイリーも今まだ若いんですけど、うん、彼も今急上昇している選手でありますから、マイリー怪我来ないんじゃないですか、来ないですか、あ、そうなんですね、確か、うんうん、大体ここ近年いろんなチームが日本に来てますけど、うん、日本のこの、プレシーズンマッチで、あ、こんないい選手いるんだなっていう選手がその後何試合も出るようになったりとか、うん、でバルコラとかもね、そうでしょうし、うん、パリ・サンジェルマンのね、うん、結構この日本に来て、あれ楽しみだなっていう選手はやっぱ必ずその後普通にチームで出場しますから、まあ、ね、我々名前知らなくても、うん、そういった選手はここで名前を、うん、監督にアピールしようっていうような、はい、こう意気込みがありますので、プレシーズンだからって言って調整じゃないよっていうクラスの選手たちがいますから、うん、だから特に若手、うん、はい、見るの楽しみですよ。そうですね、はい、まあ、この後は、7月の28日にブライトン国立競技場で東京ヴェルディとやりますし、うんうん、7月31日に、ニューカッスルは浦和レッズとのゲームということになります、うん、またニューカッスル8月の3日には横浜 F マリノスとの対戦なんですけど、うん、横浜 F マリノスキューエル監督解任になってしまいましたね。そうですね、うんうん、まあ、あまり調子が上がらなかったということで、うんうん、まあ、両チームともひょっとすると監督が違っている可能性は、ね、ありますね。リーハウはイングランド代表引き抜かれるのかもしれないですし、うん、ちょっとここは分からないところでありますけれども、うん、あ、難しいですよね、この時期プレシーズン、だいたい8月の終わりまで移籍市場空いてますから、はい、選手もちょうどこの時期は動く時ですし、誰が来るのか、うん、あるいはあれ来るはずだったのに来ないということはとか、そうですね、いろいろこう読めたりとかするので、うんうんうん、はい、だからね、新シーズンを占うにあたって、うん、まあ、昨シーズン比、はい、ね、どれだけプラスがあるかマイナスがあるかってなるんですけど、うん、それを考える意味でも、うん、この日本に来るクラブ我々、まあ、普段プレミアリーグやってますから、はい、でやるとトッテナム、うん、入荷する、はい、でブライトンがどうなるかっていうのの、うん、
最初のポイントを日本で握れるっていうのは、はい、楽しいんじゃないですか。うん、そうですね。はい、だね、まあ、ブライトンもニューカッスルも、その俗に言う、ビッグシックス、はい、そこに割って入ろうというクラブですから、はい、うん、こういうクラブの何て言うんですか、姿勢とか、うん、これからの歩みとか、うん、そういうのを見ていると思い入れも出てくるでしょうし、うん、今回これをきっかけにこのチームのファンになる方も、ね、うん、いらっしゃるでしょうからね。まあ、ビッグシックス、まあ、いろんな見方ありますけど、うん、まあ、2425シーズンいろいろ変わると思いますから、かなり、ね、その構図が、構図が、はい、はい、うん、まあ、こうやって昨シーズンはビナが崩しましたけど、はい、ここがどうなるかね、うん、いや、しかしこれだけ日本にやってきますからね。また日本以外のところでもアメリカでツアーやってたりとかあるんで、ここのちょっとプレシーズンでいろんなチームがどういう戦いをするのかの時、うん、ね、監督が変わったチームとかは気になるなというところでありますけどね、うん、そういうふうに楽しみながらちょっとシーズン待ちたいですね、はいはいはい、ということで今回はプレミアの名門が来日、ブライトン&ニューカッスルということでちょっと2チームについてお話をしてまいりました、はい、ね、付け加えることはないですか？もう大丈夫ですか？特にございません。大丈夫ですか？はい、はい、ということで、今週も勝谷秀樹さんと一緒にお届けをしてまいりました。勝谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。暑い日が続きますので、はい、みんなで十分に体調気をつけましょう。水分補給も忘れなく、ね、はい、あと寝られるときは眠りましょう。